それではフレッシュマンクラス決勝 A メイン10分スタートします。慎重にスタートした古橋君に荷台が襲いかかって、ボツボツとアナダッチがどっぷり立ちました。通るよ。あ、ボディが変わった通るよ。おお、通るよ。トップ通るよ。2番手小野ダッチ、3番手小野ダッチ、4番手親分。富樫君がスピードが出ないのかな。うん、ああ、うわ、もしかしてこうよ。どうしようか。小野ダッチ直線速い。なんだか小野ダッチが成長してるから、ね。うん、おお、ねえ、出した。小野ダッチはトップに立ちました。ねえ、意外に歯ごたえなかった。持ちました。携帯です。さあ、投了が逃げます。2番手に逃げようさ。東君どうした？電池か？百均の電池？いやー、発表なんですよ。やった、車下に来たから。どうだったかな？動いて終わっちゃった。残りが7分40秒。やっちゃうまいくなこりゃ。まあ、ベストラップは親分が11秒35。おっ、いい声で勝った。まあ、通りはミスったか。はい、1位2位との差は 0.6 秒。あ、そうだ、あ、しまった、しまった。あ、ベストラップは小野君が12秒35、小野達也12秒34、そして棟梁は12秒56、富樫君は13秒56。何があった。4連勝のプレッシャーです。スイッチモードに入ってるボタン押してみる。ハイポイントを下げた。まだ6分近くあるからね。レーサーファイナルアップの分かんないから。さあ、2番手が棟梁、ベストアップの12秒41と少し上がった。ベンチ1個だけ当たらなくて、あ、見たい。俺も
こだけ死んでるっていう風になっちゃうんだけど、この間赤ちゃんここに行く元気になった。これだよこれ。ああここで東君も12秒台に入ってきた。ここから追い上げたらすげえけど、うん、まだ4分ある。さあベストラッパー東君12秒15。ここに行くよ。あと3分40秒。2位は棟梁。トップは親分。2位は棟梁。その差 5.2 秒。友達3番手。残り2分20秒。富樫君は11秒11までベストラップを上げている。1ポイント。あ、しまったって言わないで。しまった後ろが空いてるから。全然からだ。しまった。どうしよう。俺が殺す。残り1秒。オムナッチが親分に迫っている。うちらと彼氏では意外にうまく避けてる。残り1分20秒。残り1分。順位の変動はありません。親分棟梁小野田富樫君。ベストラップは富樫君11秒91。さあ残りが間もなく30秒。残り30秒。
ジミーとの差は12秒。優勝は親分47周10分11秒550。続いてオープンクラス。Thank you.